都道府県大会では今年も数多くの熱戦が繰り広げられました。そんな各地の大会を見事勝ち抜いた48チーム759名の選手たちがここ鹿児島に集い、いよいよ明日から試合が始まります。全国大会への出場おめでとうございます。チームの仲間と力を合わせて、ここまで技を高めてきました。そのすべての技を発揮するのがこの大会です。皆さん頑張りましょう。それでは JFA 第43回全日本 U12 サッカー選手権大会を始めます。公益財団法人日本サッカー協会会長田島幸三よりご挨拶申し上げます。私たちサッカー協会はサッカーがもっともっと盛り上がるように、私たちは感動産業だと思っています。スポーツ、ラグビーのワールドカップが日本中で盛り上がったように、スポーツは人を感動させれるものだと思います。来年はオリンピックもあります。でもオリンピックやワールドカップでしか人を感動させられないのか、6万人のその観客がいなければ感動させられないのか、そんなことはありません。みんなが必死にボールを奪い合う、ゴールを目指す、ディフェンスをする、そういう姿を見て見てる人たちは間違いなく感動します。そういう試合をぜひこの大会で見せてください。それでは皆さん、素晴らしい試合を期待しています。頑張ってください。田島会長、ありがとうございました。選手宣誓、選手代表、広島県尾道東サンバフットボールクラブキャプテン田坂綾人選手。この歴史ある全日本 U12 サッカー選手権大会は僕たちの夢であり目標でした。今日ここに全国8500チームを代表する48チームが集まりました。ここに来るまでの道のりはたくさんの試練と困難がありました。日本列島を襲う自然災害、僕たちの町も昨年の4月の豪雨により被災し、サッカーができない日々が続きました。大好きなサッカーができることは決して当たり前ではないということを改めて感じました。災害や怪我などでサッカーができなくなった選手の思い、予選で競い合った選手の思い、僕たちにサッカーの楽しさと厳しさを教えてくださった監督、コーチの思い、どんな時も一番近くで支えてくれた家族の思い、そして僕たちに関わってくださる全ての方々の思いを胸にピッチに立ちます。このレアの空の下、日本に平穏な日々
日が続くことを願い、この大会に関わってくださる全ての方々をリスペクトし、見ている人を感動させるプレーをすることを誓います。令和元年12月25日広島県代表尾道東サンバウッドボールクラブ主将田坂綾斗。続いて選抜るの贈呈です。贈呈される選抜るは、鹿児島県内のサッカーチームが出場チームの皆さんの健闘を祈り、一話一話折ってくれたものです。気持ちのこもった選抜るが出場48チームへ送られます。では大平キャプテン、お願いします。頑張ってください。石川直弘さんです。よろしくお願いします。たくさんの今日仲間がチームメイトも含めいます。これからの成長の中でこういった仲間の存在というのが絶対に不可欠になります。今日も横浜 F マリノスプライマリーの西谷監督はじめ、大橋コーチ、そして下川コーチ、どこに行きますかね、はい、僕はその大橋コーチとですね、同級生で、彼の影響、ライバル、そういう関係の中で僕のポジションが、まあ、彼がいたおかげでですね、ポジションをチェンジしなくてはいけない状況にならずなってしまい、自分がポジションを変えたその姿がですね、プロになるきっかけになったんですね。どこでそういうチャンスがあるかわからない、そういったチャンスを作り出す関係っていうものを仲間、皆さんの関係の中でこれから築いてほしいというふうに思います。まあ、リスペクトする気持ち、そして一体感を持って頂点に向けて全力で頑張ってほしいというふうに思います。応援しています。ありがとうございます。最後に、世界で活躍するこちらの方々からメッセージが届いています。スクリーンをご覧ください。小学生の皆さん、こんにちは。早口元気です。僕自身も、全日本少年サッカー大会で初めて夢を掴むっていう感覚を得て、さらにその中で大きな日本代表のワールドカップに出る、日本一のサッカー選手になるっていう夢を、ね、があったからこそここまで来れたと思ってますし、本当にそれをどれだけ強く持てるかによって自分の成長というのはすごく変わると思うので、未来に、すごく強くその夢を、ね、追いかけてほしいし、本当になれると思ってないとなれないので、そういう夢なんですけど、なれると思って努力してほしいなと思います。こんにちは。小学生の皆さん、中島翔也です。この大会でみんな勝ちたいと思いますけど、勝つ人負ける人、いると思いますけど、まずは個人的にはサッカーを楽しむものだと思うので、小学生らしく、楽しく本当に元気にプレーしてほしいと思いますし、チームメイトとか、監督とかコーチとかと協力してみんなで、いい大会を作り上げてほしいなと思います。頑張ってください。